海岸ステージ突破することはできるのか。チケット14枚、いよいよ限定キャラが出るぞ。皆さんどうも、リュウジゴマドーヒーです。お腹のところが顔になってたね。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。ギャグ流行ってる情報もありがとうございます。今日はみんな大好きにゃんこ大戦争。じゃあ今日はなんとかのちびきも猫をやってみよう。海岸のちびきも猫ね。ここのステージは条件があるのか。どんな条件だ？ EX とレアだけか。これはもう負け確定。戦う前から諦めるなよ。じゃあこちらのメンバーで行ってみましょう。果たして勝つことはできるのか。いきなり足もキムキの出てきたよ。壁を出して時間を稼いでお金を貯めよう。みんなで頑張って時間を稼ぐんだ。敵にやられちゃった。強すぎてこれはピンチ。ピンチ取り越してポチペチポチ。ポンチとか言ってる場合じゃないから。もう塔のところまでやってきちゃったよ。しかもムキムキなのおかわりしてくるのかよ。これはもう負け確定。さすがにこれはきつすぎるね。このままガンガン攻撃されてやられちゃったよ。あじゅんぴじゅっぱー。こりゃこう見てリベンジだ。最初はキャラも出さずにお金を貯めていく。相手からの攻撃はただ耐えるのみ。お金が貯まったら周りの雑魚をパーフェクト猫に倒してもらう。あとはムキムキが攻撃したところでムト猫を出していく。ムト猫がガンガン倒していくからこれでもう勝ち確定。これが本当に勝てるのか。ちゃんと鼻の穴かっぽじってみときな。目見開いてだろ。鼻かっぽじってたら鼻くそ取るだけだよ。まあ見てなってどんどんと倒していくから。だけど攻撃も返されてるけど大丈夫かな。大丈夫。おならがブー。そんなにムート猫はヤワにはできてないよ。簡単にやられちゃってるよ。これで勝てるんじゃないの。まさかの結末。あじゅぴじゅっぱー。レベルの問題とかで勝てなかったのかもね。これはもう負け確定。諦めるなよ。またムト猫出せるようになるまで踏ん張ろう。じゃあここはみんなうんち踏ん張れ。うんち踏ん張っちゃったら負けだよ。意外とパーフェクト猫が頑張ってる。ムト猫出せるようになるまであと頼んだぞと思ったけど、こっからはグイグイと攻められていく。波動が強すぎるんだよ。これはピンチ。ピンチ増やしてピンピンピンチ。ピンチもっと増やしてピン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 。うるさいよ。そんなこと言ってる間にやられちゃうよ。早くムート猫出せるようになってくれよ。だけどまだまだ無理だ。そしてどんどんと攻められてる。結局またもや負け確定。さすがにこっからの弱点は無理か。どうも攻撃されてこりゃダメだ。もう人生終わりだ。人生は終わりじゃないと思うけどね。だけどここでムート猫出せるようになった。こっからの奇跡起こせるか。頼むから足向き向きをどんどんと倒してってくれ。ムート猫がパーフェクト猫と噛み合って相手の攻撃食らわずにどんどん倒してってるよ。これは計算通りの展開。嘘つくなよ。さっきは負け確定って言ってたじゃないか。最初からこんなところ楽勝のショショショのショ。大苦戦してたの忘れないで。次々倒せてハピ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 ピー。このまま最後まで行ってくれよ。最後の足ムキムキを倒してあとは塔を倒せるかどうか。その前に足ムキムキ出てきたらポンチだよ。って出てきちゃったよ。ここからやられ出すのはマジ勘弁。だけどここまで来て負けるわけにはいかない。よし倒したぞ。このまま塔を倒してクリア。そして大昔に引いたガチャの映像を見ていただきましょう。チケット6枚頼むから限定キャラ6体出てくれ。欲の塊だな。あっちゅう超激レア。あっちゅう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 超激レア出たけど持ってるキャラであっちゅうピチパー。超激レア出ないよりはいいでしょうか。次はチビウシ猫に行ってみましょう。果たして勝つことできるのか。まずはリスを出してきたぞ。これを壁で対処だ。
壁が頑張ってたところに牛猫登場。もう少しお金を貯めてムート猫出して勝っちゃおう。さあお金貯まったぞ、いけムート猫。あっという間に牛猫倒してくれ。だけどしぶとい牛猫押されちゃって負け確定。いや倒せたから勝ち確定。結局どっちなんだよ。もう倒せちゃったし勝ち確定。あとはどう壊すだけっていっぱい出てきた。この量はやばすぎ。一瞬でムート猫やられちゃったよ。壁を出してみたけども次々とやられていく。もう勢いは止められないで、塔もやられて負けちゃいました。あじゅぴちぱー、リベンジ頑張っていってみよう。単体攻撃じゃあの量はきついからパーフェクト猫で頑張ってみよう。パーフェクト猫貯めまくってこっちも数で勝負だ。最初の牛猫をみんなで倒していくって勢いが止まらないよ。壁連れてくる数少なすぎた。なんで2体しか連れてきてないんだよ。このままガンガンと攻撃されて負けちゃいました。あちぴちぱー。一旦チビ牛猫諦めて侍行ってみようかな。これなら条件もないしいけるでしょう。このステージはあっという間にクリア。次が本番だから行ってみよう。最初はうんこちんちんぷんしか出てこないからお金を貯めていこう。お金が貯まったらどんどん超激レア出していきましょう。そしてガンガン超激レア出したぞ。この量にはアイテムをびっくり仰天、テストは0点、つるつる食べれるところ点。ギャグ言わなくていいから。アイテムをスーパーハゲ先生とか出してきたな。そしてボスも出てきた。これはテニスニャンコか。手に持ってんのラケットじゃないから、どう見たって料理人っぽく見えるでしょ。敵が一気に出てきて勢いがすごいな。押されちゃってるよ。赤い敵対策もしてないからこれはもう負け確定というか負けたい。負けたいはおかしいだろう。気がつけばどんどんやっつけてるよ。ここは余裕のよっちゃん89歳。よっちゃん年寄り。あと料理人だけならもう大丈夫そうだね。みんな一気にいなくなって料理人寂しくて泣いてるだろうな。泣いたりしないから必死に戦ってくるよ。スーパーハゲ先生のお代わりをしてくるのか。これぐらいだったらうんこちんちんぷーぷーぷー。ぷーを増やさなくていいよ。これはもうどっからどう見ても勝負あり。ここから押されることもなく危なげない戦いで料理人を倒したぞ。あとはこのまま塔を壊してクリア。それじゃあ次はチビ猫の取り行ってみよう。果たして勝つことできるのか。ここはいきなりなんか出てきたな。多分猫の鳥でしょう。もう何が出たか見に行こうともしないのか。わざわざ見に行かなくたってわかるよ。にゃんこ大戦争のプロなんだから。プロとかないから。壁をどんどん出して時間を稼いでいこう。だけど猫の鳥だけじゃなくてトナカイもやってきた。こいつをムート猫で倒していくぞ。ムート猫最強だからどんな敵でも倒しちゃうぞ。どんな敵でも無理でしょう。あっさりやられちゃった。これはきつすぎ。あじゃびじゃぱー。ムート猫やられちゃったのきつすぎる。だけど残ったメンバーで頑張っていくしかないか。トナカイ倒せばお金が入ってくるからどうにかなるかも。これで一気にお金持ち。だけどお金もったいないから使いたくないな。使わなきゃ負けちゃうよ。猫の鳥がかなりの範囲攻撃。どうやって戦えばいいかな。攻撃を終えた隙をついてキャラ出していくしかないな。のんびりしてるところを近づいて攻撃する。これを繰り返していくしかなさそうだ。繰り返してたら勝てそうだから勝ち確定。本当にこんなんだけで勝てんのかな。だけど動き遅いからこのまま戦ってれば大丈夫でしょう。言われてみたらそうか。でも他の敵も出てきちゃってるよ。ここが正念場だ。まずは骨むき出しが前に出てくるのを待とう。前に出てきたところで一気に行くんだ。骨むき出しを頑張って倒せ。これ以上進まれたら人生終わりだ。
人生終わりではないけどね。うごきを止めて頑張って倒していくんだって、なかなか止まらないな。このままじゃ負けちゃいそう。もう少しでムード猫出せるから踏ん張ってくれ。だけど鳥までやってきて、これはピンチ。逆から呼んでチンピー。逆から呼ばなくていいよ。徐々に押されてってるよ。ここでトナカイまで出てきて負け確定。諦めずに頑張れよ。じゃあ先生は髪の毛生えてくるの諦めてないのかよ。もう諦めてるよ。もう絶対絶命。先生のハゲと一緒の状況。先生のハゲで例えないでよ。ムート猫さえ出せればどうにかなるはず。誰か一体倒してくれ。だけど倒せず、そう攻撃され出しちゃったよ。そして負けました。あちぴちぱー。海岸がまさかこんなに難しいとは。もう諦めよう。それじゃあ最後にガチャ引いていこう。毎日レアチケットがもらえて14枚貯まったぞ。こんだけあったら超激レア出るでしょう。頼むから限定キャラ14体出てくれ。だから欲がすごすぎ。あっちゅ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 超激レア。あっちゅあっちゅ超激レア。あっちゅ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 初めての限定キャラだ。やった、嬉しいな。これでもうどのステージも負けることがないな。そんなことはないけどね。というわけで今日はここまで。よかった高評価お願いします。それじゃまたお会いしましょう。バイバイバイ。ポンポロピー。チャッ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 チャンネル登録よろしく。